沢田,田誠三郎は沖縄県中上郡中城村出身のプロ野球選手、宇藤右内、埼玉西武ライオンズ所属。津波小学校1年生の時に津波、少年野球クラブで野球を始め、4年生から当主になった。中城中学校では軟式の野球部に所属した。中部商業高校では1年生の秋にベンチ入りし、2年生の秋には AS となったが3年生の全国高等学校野球選手権沖縄大会の決勝戦で糸満高校に敗れ準優勝となったのが最高成績だった。富士大学では1年生の春季から登板。11月11日、第43回明治神宮野球大会の2回戦、国際武道大学戦で1年生では史上2人目。 大会史上4人目のノーヒットノーランを達成した。3年生時8月30日のノースアジア大学戦ではこれまでのリーグの1試合脱三振記録17を上回る18脱三振を記録した。11月14日第45回明治神宮野球大会の1回戦に先発登板したが3回に3を投げて7失点でチームはコールド負けした。 4年生の春季リーグの終盤で、右肩鍵盤に炎症を起こし、6月に行われた第64回、全日本大学野球選手権大会及び、秋季リーグには登板しなかった。北東北大学野球リーグでは1年生の秋季に、最優秀防御率賞と最優秀選手賞、2年生の春季に最優秀選手賞、秋季に優秀選手賞、 三年生の周期と明治神宮野球大会第6回東北地区代表決定戦でそれぞれ最優秀選手賞を受賞しベストナインには二年生の春期、三年生の周期、四年生の春期に選ばれている。大学通算で46試合に登板316回1、3を投げ32勝8敗、防御率1.08だった。また、 当時のリーグ新記録の299個の通算脱三振を記録した。なおリーグ通算最多脱三振は後に高橋祐希により301に更新された。2015年10月12日に行われたプロ野球ドラフト会議で埼玉西部ライオンズから1巡目で指名を受け、契約金1億円プラス出来高は来5000万円、年俸1500万円で合意し、入団。 背番号は18に決まった。ドラフト前に西部が1位指名を明言し公表したが、1位指名選手を明言したのは2014年の高橋、三成に続き2年連続だった。また、富士大学からドラフトで西部へ入団したのは2013年入団の山川穂高、2014年入団の殿崎、治すぐるに続き3年連続となった。 2016年1月に行われた新人合同自主トレの投球練習で大学4年生時に右肩を痛めて以来247日ぶりに投球を行った5月14日に出場選手登録され同日の対北海道日本ハームファイターズ戦でプロ初登板初先発し1回03を投げ飛安打3脱三振1よし93自責点4で 敗戦投手になった。2回に、虫満塁から3者連続押し出し支球を記録したが、新人選手が初登板で3者連続押し出しを記録したのは1940年に、小野寺洋が記録して、以来2人目のことだった。6月19日、対東京ヤクルトスワローズ戦に8番、投手で、先発出場し、5回を投げ後失点でプロ初勝利を挙げた。 7月14日に行われたフレッシュオールスターゲームでイースタンリーグの選抜メンバーに選ばれ5回裏に4番手で登板し1回を投げ無失点だった8月11日の日本ハム戦では先発登板して9回を投げ被安打3奪三振8吉91無失点の成績で初完投初完封勝利を挙げたなお この年の新人選手の中では一番初めの完封勝利だった。2017年は右肩違和感の影響もあり、16試合の登板で5勝5敗、防御率3.44だった。オフの10月12日に第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表に選出された。2018年、3、4月は5戦5勝、防御率2.06と活躍し、3、 4月度の月間 MVP を受賞した。5月5日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、球団大記録となる開幕から6戦6連勝を挙げる。7月24日のオリックスバファローズ戦では、自身初の2桁勝利を挙げた。9月以降は再び調子を上げ、9、10月は5 0 4勝、防御率1.54の活躍で、同年2度目の月間 MVP を受賞。 チームで唯一開幕から閉幕まで先発ローテーションを守り続け26試合に登板。リーグ最多の五冠東16勝を挙げ自身初のタイトルとなる最多勝利を獲得した。2019年、菊池武姿勢のシアトルマリガーズ遺跡により自身初となる開幕投手を務めた。だが不安定な投球や打線の援護がない試合が続き、 5月26日に一軍登録を抹消された。その後、タワダは2軍での調整が続き、7月20日の対オリックスバファローズ戦で一軍に復帰したが、6回3失点で敗戦投手となった。その後、体調の不調を訴えて診察を受けたところ、タワダは貧脈性不正脈と診断され、通院による治療を受けることとなり、12試合に 当番して1勝6敗、防御率5.83と前年を大きく下回る成績で戦線離脱となり、そのままシーズンを終えた。12月23日に、タワダは球団から不正脈の原因が自律神経失調症によるものであることが公表され、これを受けて、球団側ではタワダについて契約保留選手とする措置を取り、タワダの病状回復を待って、 選手活動に復帰できる目処がついた時点で契約公開を行う方針であることも明らかにされた。2020年1月15日に練習を再開したが、春季キャンプは不参加となった。契約保留のままながら3月24日より3、軍練習に合流。その後、7月30日に支配下選手登録された。イースタンリーグの大巨人戦で実戦復帰を果たし、 先発で6回中に飛安打5失点という内容だった。なお、毎シーズンまでとは違い、髪を伸ばし髭を蓄えた要望で姿を現した。2軍公式戦には5試合登板し、1勝2敗、防御率3.65という内容だった。11月3日、翌年の契約を結ばない胸が球団より発表された。田和田は野球を続けていくことができればと思っていると、 コメントしているが、西部の渡辺久信ゼネラルマネージャーは田和田について支配下として重圧がかかると厳しいと感じた。まずは病気をしっかり治すことが大事と経緯を説明した。加えて野球を続ける意思があるのでサポートしていきたいと、12月17日には育成選手として球団と再契約を結んだ。2021年の春季キャンプも不参加となった。 開幕後、タワダはブルペンでの投球練習までは行っていたものの、実戦復帰までには至らず、イースタンリーグ公式戦への登板機会はなかった。10月5日、球団から2度目の戦力外通告を受けた。西部の渡辺ゼネラルマネージャーは、タワダとの来期契約を結ばなかったことについて、プロの世界ですから、プロとして仕事がなかなかできない状況というので、 来季の契約に関しては難しいだろうなという判断ですと説明した。タワダは球団を通じ今後についてはピッチャーとして野球を続けていければと思っています。と現役続行の意向を示している。最速時速1 5 2トルの直球、スライダー、フォークを軸に時中りカーブ、シンカーも混ぜる。他には類を見ないほど 深く沈み込む投球フォームが特徴。低いリリースポイントから繰り出されるボールは打者から浮き上がるように見え、時に鋭くシュート回転し打者の胸元をえぐるという。2017年10月に一般女性と結婚していたことが12月2日に発表された。翌2018年8月28日に第一子が誕生。ありがとうございます。